任天堂スイッチでスマブラを作るということは、スイッチが未発表だった頃から制作依頼されていました。結果的にこれは私が岩田さんから与えられた最後のミッションになりました。スマブラスペシャルのコンセプトは明瞭です。ズバリ全員参戦。今までスマブラを制作するチームはゲームを完成させるため全く別のチーム構成で作っていました。メンバーが違うと。初代スマブラからスマブラデラックスはおおむね同じチームと言えなくもないですが、その中身は全然違うものでした。スマブラ X 時、スマブラ4時には担当会社やスタッフごとがらりと変わっていたため、制作資産やノウハウの運用をできているわけではありませんでした。その上ハードの性能が違いすぎますから、ほぼ全てが作り直しです。ところがスマブラ4とスマブラスペシャルは同じバンダイナムコスタジオで制作をします。スタッフもある程度の引き継ぎが行われますし、開発環境も対象ハード以外はそのままで済みます。まあハードのアーキテクチャも、Wii U と、スイッチは多少似てますし、開発室もそのまま。モデルなどは制作し直しになるものの、スマブラ 4Wii U からの移行は今までの移行よりは楽に済みそうです。そこで全員参戦を企てました。過去作に登場したファイターの中でダウンロードコンテンツを含むスマブラ4に出ていないファイターは7体です。こう聞くと意外と少ないですよね。ピチュー、スネーク、子供リンク、アイスクライマー、ウルフ、ゼリガメ、不思議草の7体。ダウンロードコンテンツで異色のリードを取っていたこともあり絞れていました。とはいえ新規ファイターを含めて新しく作るべき要素はかなり多いのですが、スマブラはファイターが多く、しかもそれぞれに版元があるような作品です。制作にものすごく多くの手間とコストがかかっています。スマブラの新作を作るなら新しいファイターが入る代わりに何らかのファイターが見送られるのが常であるのですが、もし過去作全員参戦できる可能性があるなら今しかないと思い無理を通しました。スマブラスペシャルの企画書は、スマブラ 4 3DS Wii U 最後のスペシャル番組が配信された日に完成しています。完全に陸続きですね。あの暴殺された時期によくそんな仕込みができたなと思いますが、スタッフに空きを作らないためには企画者が真っ先に動く必要があります。休む間もなく重なることはそりゃもう大変でしたが、やるしかなかった。企画書上には新規要素と調整すべき点が列挙されています。全部で200ページ以上ありました。もちろんボツになった要素もあります。実は VR 対応の可能性なども企画書上で挙げられています。もちろん任天堂ラボの計画がなかった時代です。新ファイターは過去に行ったアンケート投稿権の、結果なども踏まえ検討しています。ちなみに有効票数はおよそ180万票でした。同じところからの連投などは弾いています。制作開始時、各ファイターについて調整すべき点をどんどん列挙していきました。新要素や仕様だけではなくて、グラフィックやサウンド、技とかモーションなど、各ファイターにつき70項目から100項目ぐらいが平均だったような気がします。プレイフィールは、スマブラ X よりもスマブラ4の方がテンポアップしています。同じようにより慣れていることや、据え置き機で楽しめることからスマブラ4よりさらにテンポを上げています。ただスマブラデラックスよりは控えます。デラックスと4の間ぐらいと言えるでしょうか。熟練者にも対戦がエキサイティングで、不慣れな人でもなんとかついていけるというギリギリの線を狙ったつもりです。ジャンプや吹っ飛びの仕様などゲームの駆け引きとは少し異なるところでスピードアップしているところも特徴です。簡単に言いましたが、テンポアップしているということはパラメーターなどスマブラ4から共有できないということ。こういった点は毎回しっかりと練り直しています。ステージについても拡充をしました。
スマブラ 4-3DS と Wii U は携帯据え置きなどの違いからステージ構成が全く異なっていましたが、融合しつつなるべく多くのステージを導入できるようにしています。基本的には100、戦場か終点かも含めて300ものボリュームになっています。数が多い分、完全新規のステージ制作は従来と比べると控えめです。設計に時間がかかりすぎるので。ところで、媒体がカードになったため容量が 16GB 程度のロムです。実際に使える領域はもっと小さくなります。 Wii U は 25GB のディスクに対応していましたから、容量が半減されることになります。これは非常に困りました。膨大な音楽を外部無料ダウンロードコンテンツにまとめることでごまかそうかとか思っていたのですが、なんとその音楽が謎の圧縮テクノロジーによってスマブラ4時代の容量の4分の1になりました。科学の力ってすげーですね。スピリッツ要素についても話をしておこうと思います。一人用のゲームの充足はしたいけど、通常部分の制作だけで爆発的ボリュームがある今のスマブラではやれることが限られています。スマブラ X の悪運の使者クラスの遊びは無理。多くのファイターの見せ場ムービーを作ることも、専用横スクロールステージや雑魚敵などを作るのもありえません。スマブラ4のようなカスタマイズやパワーアップの仕組みもないので、これを活かした遊びもできません。しかも工数の問題からフィギュアもカットになります。そして今さらスマブラデラックスのアドベンチャーモードの規模で満足できるわけがない。根本的にはただ対戦を繰り返すしかないのです。八方塞がりで企画したのがスピリッツと灯火の星です。スピリッツはフィギュアの代わりになることを念頭に置いています。普通のコレクション要素と異なるところは、力を借りるという設定と、それを得るための戦いは原作を想起させるものにするということ。加えて各々にレベルがあるので育てて楽しめます。スマブラシリーズは多くのキャラクターや世界、サウンドをお借りしていることが強みです。スピリッツ戦は組み合わせによる疑似再現によりさまざまなバリエーションを構成します。またスピリッツ戦を横断的に楽しめるモードとして灯火の星を構成しました。喪失から始まる物語です。やはり戦わせるしかないのですが、ただ順番に相手と戦うだけではない楽しみが得られたことと思います。なおスピリッツの強さでご利用することもできますが、難易度設定も含めこれは遊び手の自由にしてもらっています。パワー差が大きいと報酬は少なくなりますけどね。スピリッツの管理やフィールド制作、調整はかなり厳しかったのですが、制作上ギリギリ可能な範囲でまとめ、多くのキャラクターやタイトルを楽しむことができるという目的は果たせていると思います。発売後もその後に出たタイトルをフォローすることができましたしね。そして2018年3月最初の発表を行いました。同6月全員参戦を発表しました。同12月いよいよ販売です。おめでとう。話をはしょりすぎですが、それはもういろいろありました。しかしそれでは終わりませんでした。ダウンロードコンテンツの制作開始です。発売日の1日前12月6日ペルソナ5ジョーカーの参戦を発表しました。サービスとしてのパックフラワーもありますね。その後も熱量があるダウンロードコンテンツを制作投入し続けていくことになります。それぞれの個性を発揮できるシステムを組み込み、参戦ムービーもしっかり作り、メリハリのある展開をしてきたつもりです。がこの開発最中コロナ禍に突入します。そこで迅速にテレワークに移行しました。
スマブラは世界の中でも特に秘匿性が問われる企画です。この先何が参戦をしたいのかというのを知りたい人は山ほどいるだろうし、その秘匿性が危ぶまれます。また制作上もハンデを背負いました。様々なゲームタイトルがコロナ禍によって発売遅延していましたが、テレワークによる完成が困難になるというのは本当です。ちょっとした意思の疎通もテストプレイも難しくなりますから。スマブラの場合、私はお昼休みにテスト対戦をしていましたが、それもオンラインになり、通信トラブルなどにも悩まされました。が、結果はご存知の通り、事前にお話ししていた通り、2021年中に全てのダウンロードコンテンツを完成させ、お送りすることができました。ただ、3年もかかってしまったということでもあります。これはスマブラスペシャル本体の開発に匹敵する期間です。もちろんスタッフの規模が全然違うのですが、それでもこのようなことをしているとあっという間に年を取ってしまう。スマブラスペシャルにまつわる話は以上なのですが、スマブラの今後がどうなるのかは私にも分かりません。発表も含めてお客さんに喜んでいただくことには成功していると思いますが、恐竜的に体を大きくしていったスマブラが同じように拡大路線になることはありえないと考えています。今までないと思っていた自作が作られたわけですから、次はないとは言い切れないのですが、非常に難しいところまで来ているような気がします。というわけで、スマブラスペシャルの開発が終わった後、少し手が空いたのでこういった番組を企画していました。まあ、ということは次のプロジェクトはこの番組になるのですが、そのお話は語らなくても良いのかな。ということでおしまいです。